カタルーニャでは、サンジョルディの日に、バラと本を贈答する。サンジョルディの日は、スペインカタルーニャ地方における、キリスト教の聖人、セイギオルギオスの生命祝日、4月23日に行われる。この日は、本の日とも呼ばれ、カタルーニャでは親しい人に本を贈る記念日とされている。この風習は20世紀後半に、サンジョルディの日の名とともに、日本へも紹介された。 国際連合教育科学文化機関は、スペインからの提案に基づき4月23日を、世界図書、著作権令に制定している。また、日本では4月23日が、子供読書の日と定められている。本校では、サンジョルディの日に、カタルーニャで行われる、諸行事のうち本に関するもの、及び、本の日の国際的な展開について扱う。カタルーニャにおけるその他の行事や、 聖ゲオルギオスの生命祝日における世界各地の行事についてはゲオルギオスの日を参照のこと。サンジョルデの日にバルセロナのランブラス通りに立った本質聖ゲオルギオスはドラゴン大事の伝承を持つキリスト教の聖人でカタルーニャ地方の守護聖人である。4月23日はこの聖人が殉教した命日でこれを記念して生命祝日となっている。カタルーニャでは 伝統的にこの祝日に男女が赤いバラなどを送り合うというバレンタインデートに似た風習があった。セゲオルギオスが退治したドラゴンの血が赤いバラになったという伝承があり、中世以来セゲオルギオスは赤いバラと結びつけられていた。このためサンジョルディの日はバラの日とも呼ばれている。サンジョルディの日は本の日としても知られているが、この日に本を送るという風習は、 20世紀初頭に始まった比較的浅い伝統である。4月23日は小説ドンキホーテの作者セルバンテスの命日であり、さらにシェイクスピアの伝説上の誕生日であって命日である。こうした4月23日の文豪との縁とサンジョルディの日の贈答の風習と結びつけ、1923年に カタルーニャ地方の本屋が本を送ろうというプロモーションを始め、プレゼント用に本を買うと赤いバラを添えるようになった。バルセロナはカタルーニャ語、スペイン語双方の出版の中心地であったこともあり、この風習は広く受け入れられた。男性は女性に赤いバラを送り、女性は男性に本を送るとされているが、男女ともに本を送り合うこともある。また、親子や友人の間でも、 本のプレゼントが行われる。サンジョルディの日のバルセロナ市内にはバラや本のスタンドが立ち並ぶ。また、書店やカフェなどでは朗読が行われるなどの文学に関する行事が行われる。日本では日本書店商業組合連合会と日本カタルーニャ友好親善協会などが1986年に4月23日をサンジョルディの日と定めた。 サンジョルディの日には、主要都市において、書店業界や花業界と連携してのイベントが行われる。2001年12月に交付された子供の読書活動の推進に関する法律第10条において4月23日は、子供読書の日に定められている。国際連合教育科学文化機関は、1995年11月に開催された総会において、 4月23日を世界図書著作権例に制定している。これはスペインからの提案に基づいたものである。この記念日は翌1996年から実施された。ありがとうございます。